人の目を見て話すっていう時に、うん、そういうのを感じますよね。ちょっとした心遣いとかそういう時も感じますし、うん、やっぱり目線と仕草ですね。自分は目線の方を気になるんですけど、相手の視線を気にして話してくれる方がとても大好きですね。うん、やはりあの話を真剣に聞いてくれると人柄の良さを感じます。さよなら。さよなら。さよなら。バイバイ。太田さん、どうかした？座る？やめたいんですけど、かな。え？あ、違ってたらごめんなさいね。でも、そんな風な顔に見えたから。私もね、入部したての頃、いい音が出せなくてやめようと思ったことがあるのよ。先輩もですか？今考えていること、話してみたら？何でもいいから。私、下手だからみんなに合わせられないで悪い気がして。丁寧なコミュニケーションって自分がどんな風に丁寧に話すかだけじゃないんですね。コミュニケーションは相手とのやり取りですから、相手の話を関心や誠意を持って聞くこともやっぱり大切な丁寧さです。相槌を打つことの他にも、表情や視線、姿勢などでしっかり聞いているということは相手に伝わるんだと思うんです。うん、私も同じようなことを考えたから分からなくはないけど、でも最初は誰でも同じだから、こうして特別練習してるんじゃない？続けていくうちにだんだん上手くなっていくのよ。私も上手くなるでしょうか？なるわよ。それに好きならやめちゃうのもったいないよ。それからもう一つ、気持ちを伝える手段を工夫することで相手への心配りを示せることもあるんですよ。こんにちは。こんにちは。これ夫の実家から送られてきたものでお一つと思って。あら、美味しそうね。どうもありがとう。いいわね、ふるさとがあって。まあね。でもお礼を言うのが悩みの種で、母はいつも手紙を添えてくるから、私がハガキじゃ簡単すぎて悪いかなと思うし。そうね、ならやっぱり手紙かしら。私なんて書こうか考えてるうちにすぐに3日経っちゃうのよね。まあそう悩まずに。要はありがとうございました、嬉しかったですっていう気持ちが素直に伝わればいいんだから、とりあえず今夜電話してみれば。電話ね。ひろしちゃんも電話に出てありがとうって言ったりするのはどう？孫の声が聞けたり、そう、旦那さんにも出てもらえばおばあちゃんきっと喜ばれるわよ。そうか、そうしてみようか。皆さんならどんなやり方を使ってお礼の気持ちを伝えますか？相手の顔を思い浮かべて、どんな方法が相手に一番都合がいいか、喜んでもらえるかを考えてみることが、すでに丁寧なコミュニケーションの始まりと言えるんじゃないでしょうか。丁寧さというと敬語のような言葉の形をまず考えがちですが、人と人とのコミュニケーションでは他にもいろいろな面でのいろいろな丁寧さがあるんだということが分かってきました。相手の気持ちや状況を考えること、相手に分かりやすいように工夫すること、
そのために相手や周りをよく見て心を配ること、それも大切なのではと私は思いましたが、いかがでしょうか。あなたはどんな時に丁寧な言葉を使いますか。どんな言い方をされた時に丁寧だと感じますか。